さあ、始まりました。よーしょー、せーの、大島くん、イエイ、よーしょ。はい、ということでね、今日はミカドレンです。ミカドレンです。ミカドレンです。今日テニスの服はい、前回と同じなので、4人です。今回ね、はい、そうやね。ということでね、今日の企画は、もう行っていいですか。はい、行きます。はい、ホストが病む瞬間、イエイ、よーしょ。ホストをやってるとというか、まあ、生きてると病むことっていっぱいありますよね。はい、あります。ということでね、僕たちもね、そのホストをしてて病むなみたいな、そのホストでね、関してで、ね、とりあえず病む瞬間をね、お話できたらなと思います。思います。じゃあ俺あるわ。どうぞどうぞ。給料日の時に、よっしゃ今月頑張ったわとか、生ファイブ行ったわとか思ったりとかするんですけど、まあ、給料もらって、レンとか絡んでくるんですよ。で、宮部さんとか絡んだりとかすると本当に給料の袋が全然違う。それはさ、そんなの仕方なくないっすか。いや、本当にそうで、変な闇とかじゃないけど、本当になんか、なんだその闇、マジで見えるね。何なんか、差を感じますよね。もう、こんだけ俺、イベント頑張ったってなってるけど、本当に、え、俺、2つしかないみたいな。実力差は本当に目に見えるぐらい見せつけられるっていうか、改めてね。まあそうですね、本当に形としてね。そう、コールとか1日いっぱいあるけど、本当にガツンとくるんよ。本当に、まあね、これ1ヶ月通したらコールとかもね、バラバラつながるけどね。そう、本当にそういう時に本当にね、こんだけ頑張ってるけどって、もっと頑張ろうって、もっと頑張らなあかんなっていうのもあるし、だからもう普通にね、やんないと。あーってなるね。あーってなるね。ちょっとだー。そう。でもまあ、こういうのがあるから、本当にね、全然満足できてんからね。本当に。まあ、すごいなって。はい。ユーザー誌でどうですか。言っていいっすか。ね、それに関しては、本当にね、じゃあ分かってるけど、今めっちゃ頑張ってるし、めっちゃ頑張ってきてるけど、それをちょっと早くからずっと気づいてたんです。もうちょい早く。で、頑張んないとダメだなっていうのが、もうもっと早く分かって気づくのが早かったから、その差ないよ絶対。頑張んなきゃいけないっていうのに気づいた。だからまあ頑張ったんじゃないっていう。うるせえ。病む瞬間めちゃめちゃあるんですけど。あ、そうなんすか。だってなんかインスタでもなんか結構あ、はいはいはい、自分ダセえなって。あれに関してちょっといろいろあった。あれに関していろいろあったんじゃなくて、いろいろ考えてたんですよ。嫌な瞬間って、まあ一番は売れてないことじゃないですか。間違いない。もうなんか調子悪い時の闇、もうやばいじゃん、ね、何していいか分かんなくなっちゃいますもん。今日卓名は立って何よりなのあれじゃないですか。俺だって男も女の子だけど、頑張るねみたいな信じるじゃないですか。やっぱ人によるんですけど、確かにあれ系がもうマジみたいな。マジ意味のやつあるよ、たまに。あれが一番やばいっす。いや、本当にそれはもう、だから初めからもう期待しないに上げて落としてね。でも期待しないで行こうって思っても、こいつは大丈夫そうやなってなったりとかせん。たまにになるけど、本当にたまにだ、もう俺。いや、この子の頑張りワンチャンあるなーみたいな、ぐらいでしかダメ。実は俺信じちゃうんだけど、実は自己防衛、自己防衛めちゃめちゃ信じたい。これを俺は信じ切っちゃうと、そう、信じ切っちゃうと、なかった時に俺が死んじゃうんだよ。ダメージは、そう、こっちが死んじゃうから、ダメージを軽減するためにもちょっとこうシュッてしてるっていう。だからその結果が出るまでというか、その そう一定ラインのそのあれが出るまでは、その分かんないようにしてるっていうのがあるけど、だからめちゃめちゃある。それで一番病むね。女の子もそうじゃない、それで病んだりするのね。確かに、また行こうねとか、そうなくなっちゃったとか、約束したのにそうなくなったとか。一緒ですね。一緒やろ。でも俺、宮城さんほど病んでないもん。宮城さんと俺が1、2を争うと思うよ。確かに、はいはいはい、実際多分みんなの闇ってそんな病んでないですよね。実際俺いつも思うの、従業員のみんなの病んでるの見て、いや、そんなんじゃ病むなって思うです。まあ正直、まあ、そんならもう耐えきってるし、もっとやばいこといっぱいあるから、俺らマジで殺すと思うと思うんだけど。あるけど、でもまあもうね、背負ってるものがちょっと違うから、ちょっとなんか本当にね、病むにやめないって、病むにやめないんですよ。病んでられないんですよ。想像でするよね。僕、あんまりじゃあすごいかなって闇。いや、そうそうよ。何個出るか分かんない。無限に病んでる。分かんない。僕でも本当に2年ちょいホステスで、マジ病んだの4回ぐらいしかなくて。何明るいよね。確かにね。
ずっと止まらないんですけど、でも沸騰した時に来るんですよね。僕めっちゃお酒飲むんですけど、なんか本当にお酒飲って酔っ払ってんのにテンション変わんないみたいな時がこの2年4回ぐらいあって。病みすぎてるのか、病んでんでしょうけど理由が分かんないんですよね、はい、あ、病んでる理由が分かんない。俺何やってんだろうね。そうです、何なんだろうと思ったけど、ちょっと考えた時に新しいお客様がいないと見てみたからめっちゃ変化がないし、自分が進歩してる感じもしないし、あ、分かるわ、ずっと時が止まってるみたいな感じして、決まったですね。あ、もう6月なんだみたいな、あ、もう初始まったみたいな、何があったっけみたいな、ね、聞いたり酒飲んだり自分で遊んだりとかもしたんですけど、本当にイエーイみたいな寝起きよりテンション低いみたいな。でもさ、それってさ、いろんなことでリフレッシュしようとしてさ、例えばだけどさ、はい、じゃあ従業員と遊びに行ってみる、じゃあ一回休んでみる、いろいろやるじゃん。着地一番いいのってさ、めっちゃ仕事頑張るじゃない、ね、ずっと仕事、え、だよね、仕事頑張って売り上げ上がるとおいなんですよ。売り上げ上がるのと、その結構病んでる場合になって、はいはい、やだーってなーと思ったら、はいはい、逆にもういつもより早く出勤紹介してみるみたいな、はいはいはい、で、ちょっとおいってやってみて、取った時にこれだったんだ、そう、これだと思って頑張ろうってなっちゃう、めっちゃ上がる、頑張ろうってなっちゃう。俺はそれをなんかミオさんに、ね、今働きすぎだから休みなみたいな、ジャニー解かなくなるよとか言われたけど、それはそれでちょっと違う意味だったんだけど、それでちょっと一回違えて休んだとこがあったんだけど、ただ休んでみたんだけど、あれは読み解決しなかった。逆になんか休んだけどグループライン動いてるから逆に、あ、逆にいいよ、何してんだろう、逆にいいんじゃん、こいつ飲み出しとったらとか言って、そう、なるよね、こいつ取ったんだ、ね、逆闇起きるよね、闇、何してんだろうなるから、あ、行きたかった、あんま良くなかった、だったら出勤しようってなる、めっちゃあるな、ね、その闇あるな、俺もね、めっちゃあるわ、それあるね、あるな、みんなホスト好きなんだね、楽しそうですね、楽しいですよ、いい闇ですよ、それもう八代美代の思惑通りになってさすがだったらすごすぎる。いや、俺の病むことなんだろうな、どれにするか、どれにするか、黒い闇なのか白い闇なのか、もう何人ならもう俺病まない人って思ってますね、自己洗脳かけて、もう病んだことないよ、やみが分かんないですか、だって俺正直みやびさんってナイーブすぎるじゃないですか、ナイーブやねん、マジで。なんか例えばですけどいいっすか、いいっすか、女の子が例えばね、普通にみやびさんにいつもいい意味で喋ってる時にちょっと汚い言葉だったり、ちょっとなんか雰囲気舐めてる風に感じるような発言をしただけで多分ちょっと泣いてる、あじゃあもうちょっとこれでもう宮城さんは病むっていうか、なんかあー大丈夫かな俺、あーってなってるから、それがもう分かりやすすぎですマジでちょっともう接続詞ですよね、接続詞で、わーとかもうで、でも俺もね接続詞で機嫌悪くなるっていうか、あの俺も感じ取るタイプなんです、そんな女の子から言われたことで俺感じ取るんですけど、俺はその時になんでなんだろうなって考えて、こういろいろこう行動して、それになくすようにするんですね、うん、そうですけど、宮城さんは素直にへこんでるんですよ、わかります、わかりますね、だからへこんでる場合じゃないです、あ、すごい本当にリスクされてるね本当に本当に大丈夫だから、宮城さんってやむやまないよ、接続詞やませんの接続詞で、あ、してるっすよ、行動とかも、あの、はいはいはい、表情とかも、細かく分析したら接続詞でもやっぱそうだ、ね、無理っすよ、ずっと多分向こう側がというか名女優になっちゃう、本当に本当に名女優になっちゃう、本当なんですよ、無理なんですよ、ずっとはしちゃう、そうだよね、ずっとは無理なんですよ、そうだから、そういうのを俺はなんかこうへこんじゃうし、でも逆にそういう風な感じにさせてしまった自分がいるみたいなって思っちゃったら、なんか指名してもらってんの申し訳ないなって思って、ちょっとやむね、はい、めちゃくちゃ、めちゃありますよそれは、ハーンってなっちゃうんですそんな顔しないでよって、はい、めっちゃわかるんですけど、連鎖するっすよ、そうですよね、でもいや、そこまで行くとなんか、あ、俺って女と一緒に入れないんだみたいになるんだよね、そうそうそう、あー、そう、まあ、で、休んじゃうんだよね、普通の俺やっちゃうから、いいですそう、結婚とかももう俺できないのかなみたいなそれだけですよね、めっちゃ考えるよね、全部レーサーでこうマイナスで出たのか、楽観的な人とかいるとすごいいい、あー、はいはいはい、はい、有利で言うのが違うです、あ、だから有利もね、有利結構ナイブじゃないですか、有利結構ナイブだったら、もう僕めっちゃ楽観的ですよ、ナイブっしょーなんとかなるっすよいいね
そうです。先生になりたいよ。ということでね、まあ病むのはね、みんな病んじゃうと思うので、女の子はね、特にね。まあでも本当に、軽く生きて損はないっすよね。まあ確かに損はない。病むのは意味なくて、悩むのはプラスはどんですか。よく言うんですけど、名言ですかこれ。名言じゃなくて、本当に昔から、昔から言ってるの俺ね。よく言ってる。よく言ってるんですけど、本当に、病むのは良くなくて、無駄なんだけどね。悩むのは本当にプラスなんで、ということで、本当に、病んだら、なんで病んでるか考えて、なんで解決方法をね、見つけて、プラスね、その病んでるのをね、今みたいな、私は繊細でなんか、いろんなことに気づけるんだっていいと思うんで、確かに。プラスにね、受け止めて、みんな明るくいきましょう。はい、行きましょう。バイバイ。